どうも、こんにちは。今回はですね、2022年9月23日に、開業したばかりですね、西九州新幹線に、乗車してきましたので、動画にまとめさせていただきます。開業日のね、翌日に、わざわざ、乗りに行きました。このね、西九州新幹線なんですけども、この武雄温泉、佐賀県の武雄温泉から、長崎までの、わずか66キロを、結んでおりまして、日本一短い新幹線というふうにも、呼ばれております。このね、西九州新幹線の、列車の名前はですね、新幹線開業日のですね、前日2022年9月22日まで、博多と、長崎を結んでおりました特急列車かもめという名前を、引き継ぎます。今回はですね、長崎から、乗車するんですけれども、長崎を出ますと、諫早、新大村、嬉野温泉、武雄温泉の順に、停車しておきまして、武雄温泉でですね、特急の、リレーかもめに、接続しまして、この対面乗り換えで、博多までを、結んでいきます。それでは、動画の方よろしくお願いします。今回ね、乗車するのがですね、17時ちょうど発のですね、新幹線かもめ88号と、特急リレーかもめ88号です。発車表にはですね、これ武雄温泉行きではなくて、博多行きと表示されてありますね。で、改札に入っていよいよ新しいかもめとご対面です。ホームにね、上がった頃にはですね、すでに、新幹線入線していました。このね、車両の側面を見る限りですね、800系新幹線に、似てるような気もします。でですね、内外装のこのデザインはですね、ご存知、水戸岡英二さんの水戸岡デザインでございます。でね、この毛筆体のかもめっていうのもいいですね。そして車両のね、行き先も博多と表示されています。で、こちらの車両はですね、私も、東海道新幹線で乗車したことのある N700S です。最新の、新幹線車両ですね。こちらのね、車体のこの下の部分はですね、JR 九州のコーポレートカラーである、赤色がですね、あしらわれています。こちら西九州新幹線はですね、新幹線の駅では、珍しく、ホームから海が、眺めることができる、というのも特徴でして、長崎駅もその一つです。まあ、海好きのね、私には、すごくたまらないですよね。それではですね、早速ってことでもないか、乗り込んでいきます。もうね、この一歩目からですね、この床から、水戸岡デザインっていうものが、出迎えてくれます。でですね、この指定席なんですけども、ご覧の通り4列掛けになっております。もうね、そこからですね、もう東海道新幹線の N700S とは、もう違って、もうちょっと贅沢というか豪華ですよね。で、ちなみにね、自由席は、一応5列掛けになってまして、この車両はですね、グリーン車ございません。なんでね、指定席が一番豪華です。
朝早、新大宮、嬉野温泉、加計温泉、加計温泉で中田行き特急と接続しています。加計温泉ではですね、我々と同時に、なんとですね、博多行きの特急リレーかもめが、入線してきます。このね、同時入線はね、鳥肌が立ちましたね。これ、かっこいいなぁ。でね、このリレーかもめにね、使用されているこの漆黒の787系、これデビューから丸30年、これ経ちまして、なおね、今もかっこいいですね。さすが、こちらもですね、ご存知、水戸岡デザインでございます。はい、こちらですね、対面乗り換え方式で、まさにね、このリレーというね、名前にふさわしい、このドアの開くタイミングも本当に素晴らしい。もうこのおもてなしの、心が、見えますよね、この JR 九州の。今回ね、787系のね、車両の解説についてはちょっと、割愛させていただきますね。ご利用くださいましてありがとうございます。この列車は特急リレーかもめ88号博多駅です。止まります駅は佐賀、新都市、都市、博多です。リレーかもめでね、この走行する区間について少しお話をさせていただきます。現在ですね、博多から武雄温泉は在来線特急、武雄温泉から長崎は、新幹線という方式で、まあ、リレー方式ですね。
これで、博多長崎を、1本でつないでいます。で、最終的にはですね、博多から、新鳥栖、佐賀経由で、長崎までを、新幹線1本でつないでいきたいんですけども、佐賀県がですねここで、待ったをかけますね。佐賀県はですねそもそも、福岡、博多に近くてですね、佐賀駅から、特急だと博多まで40分で、着きます。新幹線をね通したところでですね、まあ、10分程度しか、まあ、短縮されないんで、じゃあわざわざね巨額なそんな費用をかけてね新幹線を作る必要っていうのは、まあ佐賀県的にはないわけです。まあ、しかしね、まあ、長崎県のね、まあ、長崎県のその、まあ、事情もありますから、まあ、ちょっと妥協案としてね、まあ、在来線とその新幹線を行き来できる、フリーゲージトレインというものを、まあ、それをね、作って通してくれるんだったらまあいいよと、まあ、妥協案をまあ提案してくれますね。まあ、佐賀県としてはまあ今でもね十分、まあ、便利なんで、在来線っていうのが、すごく便利なんで、それを活かしたいわけです。まあ、そのね、フリーゲージトレインを通しましょうっていう妥協策で話が進んでいきまして、まあ長崎側から新幹線の着工っていうのが始まっていきました。でまあどんどん着工始まって、開業の準備がね、まあ進んでいく一方で、ここでね JR 九州がですね、やっぱりちょっとフリーゲージトレイン作るの難しいんちゃうかと、まあ判断しまして、でまあ佐賀県さんにですね、まあ、やっぱりちょっと在来線じゃなくて新幹線の新しい、線路作りたいねって、まあ、頼むんですけども、まあもちろんねここで、まあ、佐賀県さんはですね、いや話しちゃうやんかと、まあ、なるわけですよね。ということでですね、2022年の西九州新幹線の開業時点では、この新鳥栖から武雄温泉に関しては、新幹線を通すという話は、完全に凍結しています。まあね、一乗り鉄としてはですね、まあ博多から長崎を新幹線で一本で乗ってみたいなという、まあ、まあ気持ちもあるんですけども、まあもちろんね、この佐賀県のね、この言い分っていうのは最も、ごもっともですし、でまあね、この新幹線を通すことで在来線が、まあ衰退していくっていう例はね、まあ数多くありますし、まあこの西九州新幹線もね、この例外では、まあないんで、まあなかなかね、難しい、まあ問題なんですよね。さあ博多にね到着しました。以上ですね、新幹線かもめ、そして特急リレーかもめの、旅でございました。先ほどねお話ししました未開通区間の、解説に関してはですね、内容をだいぶ噛み砕いております。その点ねご了承いただければと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いします。